関西行くまでの間に時間がちょっとできたので、許しを得て今から畑丸乗ってきます。ご座船畑丸です。帰ります。うわー、めっちゃ立派。売店もあったり、こうやって座れるところあったり。うわ、2階もすごいな。こっちから、めちゃくちゃ立派なところで、ここでみんな座ってね、ショーを見るんですけれども、これ立派なもんがありますね。ここがステージでたくさんいろんなショーをね、見られるわけですけれども、まあこんな船揺れてる中で歌ったりとか踊ったりするのめちゃくちゃ大変やなと思いますね。まあちょっと2階上がってきますね。こう間もなく出港ですね。これなんか階段もめっちゃ立派。上がっていくとなんかこういう風なところがあったり、あとはまあ外に出れたりしますね。うわー、外もめっちゃ気持ちいいけれども、走り出してから来よう。徳川の家紋があるね。すごいなんか歴史を感じる。出港した。この売店で買うた焼きそば、そして前田さんエビピラフ。わあ、めちゃくちゃ気持ちいい。いいですな。めちゃ気持ちいいよ。最高。天気良かったんで、海のところに太陽パーンってね反射してすっごいいい感じに見えたんですけども、まあね、今日あったかかったんで外に出てても寒なかったんですけれども、でも心残りはですね、この森健さんね、知り合いの先輩が元劇団四季の先輩がやってる頃にここのステージで何かショーさせていただきたかったなって思うんですけども、それだけがすごい心残りですね。また森健さんとその仲間たちとこの神戸湾をですね、ぐるーっとクルーズしに来たいなと思っております。すんごい楽しみ。まあ畑丸おすすめなんで、ぜひ皆さん神戸に来た時は乗りに来てください。